1945年8月9日午前11時2分にアメリカが投下した原子爆弾にあったんですね。にあったんですね。私はこの学校の5年生でしたけどあの8月8日8月 789? もうそ,その辺は学校に行ってなかったんですよ。学校に行ってなかった私たちはあの家にいました。それはなぜかというと一日に何回もアメリカの B20 が爆撃に来る。8月,8月6の日あの広島に原子爆弾が投下された日ですね。そのの日にうちの父は アメリカの二軸が空からのビラ紙チラシみたいなのをね落としているその中には「長崎の市民早く逃げなさい」とかいういろいろのね、まあ、のものが書いてあったじゃあその中に8月「えっと、8月8日長崎は灰の町」と書かれたところがあったそうです。それをうちの父は それを信じた父はうちわのおばあちゃんがいたからおばあちゃんそれに私たちの母私弟3人と妹1人ですか今こんな焼けてますけど家の裏の方にこういう山があります。この山に トタン,タンとかあの畳を2枚だけ持って行ってその日のうちに小さな小さなお家を作ってくれハウスでそこに8月9日の日に行ったんですでもねあの父は8月8日と行ったんですよだから母たちは今日はねもう8月9日で。 昨日の8日の日は何もなかったからもう今日あれをね父ちゃんが見てきたのをラら嘘だったんだろうからもう今日は山には行かないと言ったんですでも父は違ったんですよアメリカは1日遅れたから今日が8月8日になるから、うん、今日までは絶対行っとくように怒って私たちはもう強制的に山に行かされたたんですです私たちはこの山に行ったんです。 で山であの山にあのたどり着いたって言ったらいいんですかねあ,つあの私私たちはあのもう防くずきんっていうのをかぶってあの長袖のブラウ冬の格好もうのモンペっていうの入っていってとても暑かったんですよだからみんなあのそれを脱いで下着姿になって過ごしてましたおばあちゃん と母と私弟さんに妹1人そしてあの家族は7名で親戚の子供が3名いましたからちょうど10名でいましたそこにそのこのこここ場所ににははですねまだ食事に、ね、早いから暑いから私は立った状態でなんかあの自分を持っていってた荷物を整理してましたけど。他の子供たちはあの そこら辺であの座り込んでなんか,あのなんかなあの遊んでましたけどねそしたら急にあのピカッと白いような黄色いような光がそこら辺でピカッと光ったんですよ。その光を見た時にあら今のあの光は何だろうかと思いました。なぜかというと今までの見たことない光だったから。 最初はあのピカッと光ってドーンと幕であ飛ばされてで気が付いたら何かあの草,に草のね何もない土の上にただポカンと立ってたんですよ。何が何だか分からなかったあの時は。ピカッと光った時にあの炎が入ってきてそれで二人がやけどしてで2人があの怪我をしたんですよ。 やけどもものああののひどどどいややけけでしたあのやけどの跡がもういつまでもねあの大き,大きなも水が入った袋になってそれがいつまでも残っていたケロイドになったやけどはもうピカッと光った時に熱線が当たった人がやけどで飛ばされた人が怪我をしているそしたら私は幸いなことに自分でそのそば外にまで出てくることができたけど 建物の下敷きになっているものは自分でどうすることもできないから助けを求めてました母に助けて助けてと,、えっと母と弟が怪我をしてあの親戚の子供が女の子と男の子がひどいやけどでした姉はもう700もしか離れてないからもう家の下敷きでもう助けてもう何も言うことできなく助けを求めることも何もできなくって。 もう見つ,見つけた時にはもう白い範囲になってました、うん、父はこの柱から約8 0 0ー離れたこのガスタンクのこの残骸が今ありますよねこの近くで被爆しているんですよ父はだからあの8 0 0ー離れていた、うん、っていうかあの結局下家の下敷きになっているのを助けてもらって 私たちがいる場所まで戻ってきた。でも父はあの助けてもらったけどとてもあの気分が悪かったそうですよ。気持ちが悪かった。うん、そしてこれを見た時にこれがすぐそばにあったこれを見た時にこれガスタンクだからあの時にこのガスタンクの中にはガスが入っててそれがあの潰れた そして自分はそれをね吸ってしまったから具合が悪いと思った本当はこれこの上空で原子爆弾が炸裂しましたよねその時に浴びたた放射能が原因だったんですよそれを知らない父は死ぬまでこのガスタンクが自分がこんなに自分を苦しめているものと思いながらあの死んでいきました。 く死にました8月28日にもう皆あの防空壕の中に入ってる人は入っていってそこで苦しんでるけど何の手当てもあのし,してもらえないただねもう死ぬのを待ってるだけの状態です誰も治療してくれる人がいない治療を受ける場所がない皆さんそんな人で亡くなりな亡くなりましたけどうちの父は えっと、戦争が終わった8月15日それから1週間ぐらい遅れて私たちはあの時いいうところにいたんですよそこはあの被爆してなかったからそこにの親戚の人があの疎開していていて私たちをね迎えに来てくださったのでその時父も後からですけど来ましたそこで初めて治療を受けました父は。 ででもももううその時はもう遅かったんですよ皆さんあれはあの急性の原爆症でしょう。もう何て言ったらいいんですか。皆さん本当あの苦しんで食べることもできなければもうひどい人はもうね,ね寝ることもできない。もうそれはそれは苦しんでおられました。でも父はその 私たちが研ぎ捨ていうところに行っていたところに来たので父だけはねあの治療を受けることができましたでも助からなかったですもう髪の毛がすぐ抜けましたね髪の毛がで熱が高いあの下,痢が下痢をするそしてんでか斑点が出るんですよ あの頃そのそれだけのものが出たらもう皆さんほとんどの人が死んだあ亡くしたんですかな、はい、くしたのはそうですね結局あの父とそれに兄2人に姉それに兄嫁そしておば2人だからみんなで斜め防空後にはもうたくさんの人が集まってきていたんですよ家をなくした人たちが。 そしたら食べ物がないそんなのを集めあの食べ物を集めてきたりうちの母はあのよくあの銀行にお金を出しに行ってた。浜の町あたりは中心地の方あの向こうの繁華街の方ははの空襲受けてなかったからこれ原子爆弾は主に浦上地区だから。防空にたくさんの人がいるけど もうほとんどあの動ききれない人とかあのもう家族がいなくなった人たちだから自分たちではもう食料ととかを求めることができないだからうちの母はあの自分のうちの,あの預金をあの銀行に行って下ろしてきてそれであのいろいろなものを買ってきてみんなに食べさせてました。 みんなよ今考えるとよくあの死体がゴロゴロ転がってるところでよく食べたなと思いますそれとかあの人の人を死体を焼く夏だから腐敗が早いんですよ。そのままにしおい人のそのそままでダメなので焼かなければいけないいそそしたらその匂いがすごい。 今お話ししていて思い出したのはそこらあの周辺にはもういっぱいおこあの死体とかお骨があったけどその中で一番かわいそうだったのはお母さんのお腹の中の赤ちゃんも死んでいてその赤ちゃんのお骨もあ,ありました。でもねそれをね誰もねあの片付けてくれないそこにそのままの状態でなず長い間 そそこにそのままだったんですよ赤ちゃん小さいけどねもうちゃんとねお母さんの頭蓋骨赤ちゃんの小さな頭蓋骨そして骨ねちゃんとあったんですよ。それをね翌年の春頃までね誰もね何もしてやらない。もうずっと腐ってもうお骨になってるけど誰もね何もしてやらない。 そういうい状態ののの赤ちゃんここととねあの今ででも忘れることはできないですそれにやっぱりあの最初は知らなかったけどあれがあのピカッと光ってドーンといって私たちが飛ばされたあれは原子爆弾だったっていうのを知った時にした後にもう二度とあれは使ってもらいたくない一日も早くあの廃絶してもらわなければっていう気持ちになりました。 簡単にはできないだろうと思いますけどやっぱり伝えていくことも必要だろうと思っていますけど、ね、長崎で使用されたあの原子爆弾よりかだんだん威力が増してきましたもんね怖い私たちは私はあの語りをするようになったのはあの二度と戦争はしないでくださいっていうことと。 あの人があんなたくさん死んでそこら辺にあのお骨だけになったのも全然あの片付けてもらえないでそこら辺の道のそこら辺通路にいっぱい転がっていたあるいはやっぱりあの原子爆弾も原因だけど戦争があったから原子爆弾も投下されたじゃあそういう状況あれをもう二度とあの体験したくない。 みんな同じ行動でしてくれないともう向こうは禁止こっちはまだいいんですよということだったらもうあの被爆者の方も,もうね年取られたからできない方もおられればあのこの前なんか立て続けに亡くなった人もおられますから今は長崎の方では若い人に検証してもらおうという運動が始まっております。 今はね大きな声で「私は被爆者です」って言えるけどあの頃はそれは言えなかったみんなあの隠してた差別があったからあそこの子供さんはあそこの家族は被爆者だから例えば子供が結婚する場合に被爆者の子供を被爆してる人の子供はとは結婚はだめどっちもだめですね。 そういうのが、前はありました。私たちが若いとき今でも。私は自分の子供が結婚するときに。私が被爆者だけど、子供の、の、あの、相手の。相手の方は。あの。どうかなって、あの、それ心配しましたよ。で、今度子供が、孫が生まれた。した、今度孫が生まれるつど。都 あの,あの時の放射能の影響が出,な出てないかなとそれもあのずっと心配しましただから幸せっていう時はあまりないですね生まれた時とか幸せだけどその子供孫たちの先のことを考えたら幸せとは言い切れないいつ何があるかわからないからその何かがあるのが私の私が 私なんていうのが私が被爆したことで起きることだからやっぱりあの死ぬまで生き残ってよかったなって言,こと言えば今は最初はね生き残ってよかったなと思っていたあの自分が子供産んだ時思っていたけど子供たちの時代になった時にそれを思います。 私だけの愛じゃなくて子供たちは私以上に心配しているだろうというのを、うん、だからね、はい、うもうね孫たちにはもうかわいい孫たちにはもうね私たちみたいな苦しみを味わわせたくないその,そ,のその気持ちで語り部をしてるんですよ。 で小さな子供さんにねあの小学校とかに行った時に小さな子供さんに話したら私に「おばあちゃんどうしておばあちゃんはそんなねあの怖い話をするのか?」って言われました。夢の中に出てきてね眠れないような怖い話をねどうしてするのって言われました。もう何も言えなかった。